こんにちは、しまなみひろです。2024年に入ってすぐに悲惨な地震があったり、羽田空港で事故があったりして、なんか気分的にも落ち込んでいたところです。今日はね、西条市の石鎚神社にやってきました。個人的にはお正月気分はもうすっかり抜けているのですが、石鎚神社の初詣の様子はどうかなと思ってやってきました。結構ね、まだまだたくさんの人が来られてまして、駐車場も結構車が入ってましたし、訪れる方もね、たくさんいらっしゃいました。でも参道にあるお店はだいたい閉まってるかなという、ピークがだいたい過ぎたという感じです。こちらは石鎚神社の中にある大石神社ですね。山門から続く長い階段を上がってくると、社務所が見えるところにまで上がってきます。そこからさらに上にどんどん上がっていって、石鎚神社の本殿に向かいます。途中にはですね、またいろんな神社がたくさんあります。それぞれ御利益が違うので、こちらはね、本来神社と書いてますね。その横にも神社や祠があって、たくさん並んでいます。普通はここを右折して本殿の方に上がっていくのですが、今日はまっすぐ進んでみたいと思います。水の神様である石鎚神社の先にはですね、龍神さんが祀られている池があります。今年は辰年ということなので、龍神さんの龍をですね、見ていこうと思います。この龍から出る水で水行が行われるんですよね。めっちゃ寒いと思います。その横には急な階段がありますよね。今日はこの階段を上がって石鎚神社本殿の方へ向かっていきたいと思います。めちゃくちゃ急なんですよね。この急な階段を上がっていきます。この急な階段は上がるのはいいですが、下がる時にはなんか真っ逆さまに落ちるような気がして、怖い感じがします。これは途中にある神社のお社ですね。ここの横には神の水神水っていうのがあって、ここからこの神社をお水が湧き出ています。さて、いよいよ本殿に向かって最後の階段を上がっていきます。一礼をして本殿の方に入らさせていただきます。まだまだたくさんの方もいらっしゃいます。こちらの本殿の横をですね、見てみると、こんな内出の小槌みたいなのがあったんですね。これは多分お山開きの時によくこれでなんか信者さんの背中をこすりつけている、そういうやつと思うんですが、小さいのは軽くて持てたのですが、この大きいのをですね、とってもじゃないの持てないんです。よいしょ、これは重い。よかったです。どれくらいの重量があるかわからないですが、と持ち上げるんですが、簡単にはいかないですね。とっても重いです。一
ストーリーなのか、なかなか複雑なことになってしまう。帰りは階段ではなく、駐車場につながる道を通って帰ることにします。途中にはですね、綺麗な公園があって、もみじがちょっと残っています。その公園の中を降りていって、まあ、とっても綺麗なところなんです。桜が咲く頃には。そして階段を降りて、駐車場に向かって帰っていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。